二股駅は、北海道山古志群おしゃまんべ町麻布束にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S32、電報略号は双、当駅の所在地近辺の地名より、地名はアイヌ語のペタヌに由来するとされ、おしゃまんべ川と、チライ川が合流し二股となっていることを指したと、されている。 ホーム単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の西側に存在する。その他1993年3月時点では、本線朝日川方からホーム北側まで戻る。形の点鉄機が撤去された行き止まりの側線を一線、有する。かつては相対式ホーム二面二線を有する地上駅で、列車交換可能な交換駅であった。当時は、 互いのホームは、駅舎側ホーム北側と、対向側ホーム南側部分を結んだ、校内踏切で連絡していた。千鳥式に近い配置で、駅舎側ホームが下りの1番線、対向側ホームが上りの2番線となっていた。上下線ともに安全側線を有していた。また、2番線ホーム外側に、側線扱いの副本線を有した。 使われなくなった二番線及び副本線は、交換設備運用廃止後は1993年3月までには撤去されていた。おしゃまんべ駅管理の無人駅となっている。駅舎は、構内の西側に位置し、ホーム中央部分に接している。有人駅時代の駅舎は撤去され、北海道口では、唯一の荒ら地経由会社改造の貨車駅舎が、設置されている。 扉はアルミサッシになり、上部に設置されたひさしはアーチ形状で、側面に窓が設けられている。塗装は劣化して、錆が浮いている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。1976年の2個駅と周囲約750メートル範囲。下がおしゃまんべ方面。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成をしゃまんべ川の谷を遡り、山地に入ったところに位置し、小高い山々が駅の両側に展開している。ありがとうございます。